皆さんこんにちは、ノーマイ作曲ステーションへようこそ。ノーマステー。僕はですね、2019年に株式会社フェイバリットステップスという法人を設立して、これから音楽業界で活躍する若いクリエイターの育成なんかを行っております、作曲家のノーマイと申します。よろしくお願いいたします。このチャンネルではですね、音楽の魅力を様々な角度からお話しして、もっと音楽を好きな人が増えてほしい、そしてこれから音楽業界で働きたいなんていう人が少しでも増えてほしいと思って、そんな野望を持って動画を投稿しております。今日も皆さんと音楽を楽しむ時間にできれば幸いです。今日はですね、今更聞けない音楽理論の初歩の初歩というお話をしたいと思います。以前ですね、このチャンネルで中学生でもできる作曲の始め方という動画を投稿いたしました。僕的にはですね、その動画あんまり再生数伸びないんじゃないかなと思ったんですが、意外とたくさんの方が見てくださって、今このチャンネルで3番目に再生されている動画となっております。意外とこのチャンネルでは音楽の作り方みたいな話に興味がある人がいるんだなということが分かったので、今日はですね、もう少し踏み込んだ話、音楽理論の話をしたいと思います。いきなり音楽理論の難しい話をするのもどうかなと僕は思うので、今日はですね、なぜ音楽理論が必要なのか、そして最初に押さえるべきことは何なのかっていう、この2つのお話をしたいと思います。今まで作曲をやっていたけれども音楽理論を勉強していなくて、なんとなく作ってきましたみたいな人はぜひ聞いていただきたいですし、音楽を作る予定もないし、そんなことに興味はないけれども、作曲家がどういう知識を持った上で曲を作っているのかみたいなことに興味があるなんて人はですね、多分なかなか聞けない面白い話になると思うので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速いきましょう。どうぞ。SNS なんかを見ているとですね、たまに音楽家にとって必要なのは理論じゃない、感性だみたいなことをですね、言う人がいますね。これははっきり言いますが、大きな間違いです。もちろんね、感性が大事なのは間違いないんです。ただし、じゃあ理論が大事か感性が大事かみたいな、そんな二者択一の話じゃなくて、両方あった方が当然いいに決まってますよね。優れた感性を持った人が理論を身につけたらもちろん最強、そして優れた理論を身につけた人が優れた感性を後から身につけたらもちろん最強、つまり光と闇が合わさって最強になるんです。いや、このネタはもうちょっと古いですね。そして、よく作曲初心者の方でですね、最初からガチガチに音楽理論を勉強しちゃうと、理屈っぽい曲ばっかり作るようになっちゃうんじゃないか、みたいなことを心配している方もいますが、そんなことも心配する必要は全くありません。なぜなら、理論を勉強した後に感性を身につけるのは、そちらもそちらで勉強すればいいんです。というかですね、音楽理論も感性もどっちもちゃんと勉強しないと身につかないものなんで、えり好みをせずに両方ちゃんと勉強しましょうっていうのが、いい曲を作るために大事なことですね。感性、つまりセンスが大事なことは皆さんもちろんよくわかると思うんですけれども、じゃあなんで理論が必要かって言った時にですね、曲作るためには音楽理論も勉強しといた方がいいんじゃないのぐらいの感覚の人っていたりしませんか？音楽理論を勉強した方がいい理由なんて山のようにたくさんあるんですけれども、これからですね、音楽理論を勉強したいという作曲初心者の方に音楽理論が必要だと思うのはですね、大きく2つ理由があります。まず1つ目、音楽理論は音楽家の共通言語だから。そして2つ目、プロには再現性が求められるから。この2つの理由が大きいんですね。それぞれどういう意味なのか、この後お話ししていきます。誰かと会話をするときですね、僕らは同じ言語を知っているからコミュニケーションが成立しますよね。つまり日本語を知っている同士なら日本語で会話ができるし、英語を知っている人同士なら英語で会話ができます。数学が詳しい人同士だったら数学の話で楽しく会話ができますし、アニメが好きな人だったら同じアニメを好きな人同士で楽しくお話ができますよね。このようにですね、誰かとコミュニケーションを取る上で同じ知識を共有しているというのは非常に大事なことなんです。だから音楽理論を知っている人同士では音楽理論で会話ができるというのがすごく大事なんですね。そもそもですね、音楽制作っていうのは一人でやるものではないんですね。もちろん作詞作曲編曲全部一人でやるなんてこともありますけれども、多くの場合ですね、作曲と作詞は別の人だったり、作曲と編曲も別の人だったり、することっていうのはよくあります。そして最近はですね、コーライティングといってたくさんの人でですね、一つの曲を作るなんていうやり方も結構主流になってきていますね。また自分で作った曲、自分で編曲した曲も実際に楽器の演奏を誰かにお願いするなんてことはよくある話です。そんな時にですね、一緒に音楽を作っている人に対して、いや、ここはもっとなんかキラキラした感じにしたいんだよねみたいな抽象的な指示しかできなかったらどうでしょうか。いや、もちろんね、そういう抽象的な表現がいいっていう場面もあるんですけれども、音楽人だったらね、いや、ここはちょっとテンションノートは使わないで、ダイアトニックのトライアドでいこうみたいな音楽理論的な会話をした方が正確ですよね。ということで、まずは音楽人同士が正確にスピーディーにコミュニケーションを取るために、音楽理論っていうのはものすごく大事だということは、ここまでの話でご理解いただけたら幸いです。
今までの人生の中で説明書を読まずにゲームを適当にカチャ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 やっていたらなんかすげえ技がドーンと出たけど出し方が分かってるわけじゃないから二度と同じ技が出せませんみたいなことってあったりしませんか？これって再現性のない状態ですよね。遊びで楽しくゲームやってる人だったらこれでも全然問題ないんですけれども、プロゲーマーだったらそうはいかないですよね。説明書をちゃんと読んで技の出し方をちゃんと理解した上で何回も何回も練習していつでも自分のタイミングで出せるようになるっていうことができるようにならないと、プロゲーマーの大会で勝てないじゃないですか。これは作曲においても全く同じことが言えるんですね。例えばなんとなく鼻歌でふん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 曲を作ってたらすげえいい曲ができちゃったとか、なんとなくアレンジとかミックスをねパソコンでガチャ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 やってたらなんかすげえいいサウンドができちゃったけど、なんでそれがこんなにいい感じになってるのか自分ではわからないから、同じことをもう一回やれって言われても再現ができないみたいな経験って皆さんあったりしませんか？プロの作曲家としてお仕事をする場合、あの曲のこの感じでお願いしますとかですね、以前ノーマイさんが作られたこの曲のこの感じでお願いしますみたいな感じで何かの再現を求められることってのはまあよくある話なんですよ。また誰かに依頼されたわけじゃなくても、この間のこれみたいなことをもう一回やりたいなとか、自分の中でこれを再現したいみたいなことってよくある話なんですよね。そんな時にちゃんと理論で理解して自分の頭の中でどうすればもう一回これができるのかっていうのが分かってると再現ができます。そうすると同じものを求められた時にもちゃんと作れるので、それがしっかり仕事になるということがあるんですね。ということで、いつ何時でも自分のやりたいことがしっかり理論的に再現ができるという状態がプロにとって非常に大事だということはご理解いただけたら幸いです。ここまでの話を聞いた上でですね、いや音楽理論って大事なんだな、よしこれから勉強すっかってなったあなたの前に巨大な沼が待ち構えております。ドレミファソラシドっていう音階が生まれたのは紀元前の話だと言われていて、つまり音楽理論っていうのはもう2000年以上の歴史があるんです。長い歴史の中でいろんな考え方や理論が生まれて、音楽理論っていうのはですね、年々進化を続けてどん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 複雑になっていってるんですね。とある有名なジャズミュージシャンがですね書いた音楽理論書なんかを読むと、もうただの数学の本にしか見えない数字と方程式みたいな、そんな感じでですね、ものすごく高度で複雑な音楽理論なんてのも存在します。そんなね、こう泥沼のように深い音楽理論の中にですね、我々ポップミュージックを作ってる人間が、まあ、体ごともドブンと浸かる必要はそんなにないんじゃないかなと僕は思っているので、まあ、我々はですね、まあ、その浅瀬の部分にね膝ぐらいまで使ってチャプチャプやって体をね慣れさせるみたいなぐらいがちょうどいいんじゃないかなと僕は思っております。まあその後ねもっともっと深く行きたい人は行けばいいんですけど、ということで今日これから僕がお話しするのは前置きが本当に長くなっちゃって申し訳ないんですが、音楽理論の本当に浅瀬の部分のお話を今日これからしたいと思います。とはいえですね、やっぱりそこの部分をしっかり知っておかないと沼のその先にはいけないんですね。そういう最初のところをしっかり抑えないで沼の深いところまで行こうとすると確実に溺れます。そんな浅瀬の部分のお話として今日僕が皆さんにお伝えしたいのは、音を数字、つまりディグリーネームで表すという考え方です。これはまさにですね、音楽人同士の共通言語として音を扱うために非常に大事な考え方であって、さらに再現性を持って音を扱うという意味でも非常に大事な考え方になります。ぜひこの後の話もしっかり聞いていきましょう。ここから先の話はですね、一回聞いただけで完璧に理解できる人なんかなかなかいないと思います。僕も最初はですね全くピンときませんでした。なのでまずはですね、まあふーんそんな考え方もあるんだぐらいの理解で全然大丈夫です。皆さんですね、小学校なんかの音楽の授業で、ドレミファソラシドっていう音を習ったと思うんですけれども、音楽家の間でですね、このドレミファみたいな音の言い方って基本的にはほとんど使わないんですよ。じゃあ音を表現するときに何を使ってるかっていうと、それが数字、ディグリーネームというやつなんです。ギターのですね、このドレミファソラシドっていう音の並びに対して、最初に鳴らす音、このドの音を1度、次の音を2度、その次の音を3度、その次の音を4度っていう感じで音が上がっていくにつれて数字がどん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 増えていくっていうようなイメージですね。でこの話を聞いてね、いやなんでそんなことすんの、別にドレミでいいじゃんって思うことあると思うんです。いや僕もね最初はそう思いました。けどね、キーが変わった時にディグリーネームを使うとすごく便利なんですよね。カラオケとかで、キーの上げ下げってリモコンでしたことありますよね。あれって何をやってるかっていうと、このドレミファソラシドっていう音をそのままですね、カポタストっていう道具を使ってこう平行移動させて、このポジションでこうやって弾くとですね、音の並びはさっきのそのドレミファソラシドと雰囲気は近いんですけれども、単純に音がそのまま高くなってますよね。これがキーを変更したっていう状態です。このポジションで僕が弾いてるこれ、これはですね、ドレミで言うとレ、ミ、ファシャープ、ソ、ラ、シ、ドシャープ、レっていう風になるんですよ。じゃあこれをね、さらにこうもっと上げたら、
これの音の名前は何ですかとかいちいちねそんなこと考えてると結構めんどくさいんですよ。こういう時に1度2度3度4度5度6度7度8度って言うと数字だけで話が通じるんですよ。で今このポジションでこうやって弾いてる時この最初の1度の音これはまあドレミで言うとミの音なんですね。でじゃあミの音って言った時にこのポジションで弾いてる時のこのミの音とこれカポを外してこのポジションで弾いてる時のミの音は全然意味合いが違くてこのポジションだとドレミって3度の音がミになるんですね。度数で表現するとそのキーにおける何個目の音のことを言ってるのかっていうのが一発で分かるので非常に話が早いんです。最初はねなかなかピンとこないと思うんですけれどもこの考え方は本当に大事なんでこういうふうに数字で音を表現するディグリーネームというものがあるということはぜひ理解しておいてください。話がややこしくなってきちゃったかなと思うんですけれども最後にもう一つだけ重要なお話をさせてください。それはコード名も数字で表記することがあるということですね。以前投稿した中学生でもできる作曲の始め方という動画の中でコード進行を知っておくことが大事だという話をしたと思います。コード進行を学ぶ上で一つのキーの中でですね自然に違和感なく使えるコードっていうのは結構種類が限られていて例えばキーが C の場合 C Dm Em GAm って感じで、まあこの6つぐらいなんですよね。まああと例外的にね、まあこういう音とかも使えるんですけれども、基本的には6種類がメインのコードになっています。このコードもですね、さっきと同じように、キーが変わると、今度は、同じ弾き方をしても、D、Em、Fm、G、A、Bm という風に、まあコードネームが変わっちゃうんですね。で、これをいちいち説明したり考えたりするのがめんどくさいので、Bm といった時に何のキーの何個目の音なのかっていうことがわからないと作曲する上ではですね非常に困るので、単純に1度目のコード2度目のコード3度のコード4度のコード5度のコード6度のコードっていう風に言うと話が早いよっていうことなんですね。ということで数字でですねドレミの音のことも指すし、コードのことも指すっていうことをここまででご理解いただけたかと思います。なのでディグリーネームを使う時は音のことを言っているのかそれともコードのことを言っているのかっていうのに注意しながら話を聞くっていうのが大事になります。ちなみにこの度数の話っていうのはもうちょっと実は複雑でこの最初の音を必ず1度と呼ぶかというとまあそうでもなかったりするんですけれどもまあこの辺の話をするとねもう話がもっとややこしくなっちゃうんで今回はその話は省略したいと思います。今更聞けない音楽理論の初歩の初歩という話をしてきましたがいかがでしたでしょうか。今日のお話をざっくりまとめると音楽理論が必要なのはそれが音楽家にとっての共通言語だからプロには再現性が求められるから音というのは数字つまりディグリーネームで表現ができるディグリーネームでコードの名前も表現できるこんな感じですね。今日のお話はですねこの動画を1回見ただけで完璧に理解するのは難しいと思います。僕もですねこういったことはなかなか理解するのが時間がかかりました。頭で理解できてもやっぱり感覚で掴んで自分で使いこなせるっていうようになるにはかなり時間がかかってしまうものだと思います。でもねそれはもう僕も皆さんと同じなんで、最初は分からなくて全然大丈夫です。今日はこのお話を聞いてなるほどねまあそんな考え方もあるんだねぐらいの感じで全然問題ないです。まあさっきも言ったようにねそうやってまずは深い沼の浅瀬の部分につま先ぐらいだけちょっと入ってねちょっとずつ体を慣らしていきましょう。今回もねこの動画まあもし好評だったら音楽理論沼体験ツアーをシリーズ化していこうかななんて思っています。このチャンネルではこんな感じで音楽理論のような作曲にダイレクトに役立つ知識の話の他に作曲家が仕事を普段どうやっているのかというような、作曲家のリアルな話またはレコーディングスタジオの現場の様子他のチャンネルではなかなか聞けないような話をどんどん投稿していこうと思っております。今日のお話が面白かったという方はぜひチャンネル登録をしていただいて、ノーマイ作曲ステーションの一員になってもらえると嬉しいです。僕の会社フェイバリットステップスではこれから音楽業界で活躍する若いクリエイターを全力でサポートしています。作詞作曲編曲など音楽業界で仕事をしたいけれどもこれから何をやったらいいかわからない今自分に何が足りていないのかがわからないということで困っている方はですね概要欄の方に僕のツイッターのリンクを貼っておきましたので、そちらをまずフォローしていただいて、ダイレクトメールからお気軽にご連絡をください。またですね今日の動画の感想コメントやこれからこんな話が聞いてみたいですみたいなこともぜひコメントしていただけると嬉しいです。特に書くことがないよって人はですねもう一言ノマステとだけでも書いていただけると大変嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いできれば幸いです。今日もここまでご視聴いただきありがとうございました。ノーマイ作曲ステーションお疲れ様です。ノマステー。